中年オタッキーです。今日もねカメラの紹介の動画になっていくんですけど、もう果たして何台のカメラ紹介したんでしょうね。恐ろしい、台数。自分のね持ってるカメラが一体何台なのか分かってないんですけど、数える暇もないしね。今日パッと見ただけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 もう今パッと見ただけで11、まだまだいっぱいあるんですけどね。もうね完全にねもうおかしい人になってるんですけどね。今日のね紹介はこれです。ちょっと前にもね紹介しました、ミノルタのねα7XI っていうカメラになります。1991年発売のカメラみたいですね。はい、それでは動画スタートしていきます。はい、このミノルタ α7XI なんですけども、1991年に発売されまして、ボディだけでね定価9万8000円したらしいです。で、まあ、結構な高級機ですけど、基本的にはねオートで撮る、ゼロタイムオートとか言ってね、もうプログラム専用機に近いんですけど、ここにねセンサーがあるんですけど、電源入れまして、で構えるとねもう勝手に AF が始まっちゃうっていうね、普通はねシャッターを半押ししたりしないと、AF が始まらないんですけど、こいつはねファインダーにねこの顔を近づけただけでもう AF が始まるんですよ。で普通の感覚でいくとその構えてシャッターを反応してピントが合わせるんですけど、こいつはもう構えるだけでピントが合うんで、ファインダーを覗いてる時にはピントが合ってるっていうね、その AF の速度自体は現代機に比べたらそんなに速くないというか遅いんでしょうけど、フォーカスをし始めるのが早いということで、すごいねサクサク撮れます。で基本的にはプログラム AE 専用機ということで、電源を入れたらもう絶対プログラムになるんですね。でこれマニュアルモードに変えたかったら、このファンクションボタンを後ろのファンクションボタンを押して、この第一電子ダイヤルっていうんですか、シャッターボタン側の電子ダイヤルでモードを変えてやる必要があるんですけど、もう基本的にこいつをね使うときは AE で撮った方がいいです。プログラムで撮ってるんですけど、例えば今ね、シャッタースピード60分の1絞り 5.6 になってますけど、第一電子ダイヤルと第二電子ダイヤルで、プログラムシフトしてやることができるんですね。例えば自分の意に沿ったその絞り値になってないとか、希望のね、数値になってないときはその電子ダイヤルで数値を変えてやると、勝手にそのシャッター速度もしくはその絞り値に合わせた、シャッター速度なり絞り値に勝手に変更してくれます。で逆光の時とかは逆光補正をしてやるという撮り方がいいと思いますね。マニュアルではちょっと撮りにくいです。その代わり AF も結構秀逸ですし、露出の精度もなかなかになってますんで、そんな感じでね結構ねそうですね、現代のカメラを使い慣れてる人間でもねサクサク快適に撮れると思います。で作例を紹介していきます。作例はね3570のレンズでね撮ってますけど、今回はね結構マクロも多用してね、今見てもらって今の写真マクロですね。解像度の高いレンズで撮ってるんですけども、これ全部ねプログラムオートで撮ってます。プログラムオート、一部プログラムシフトしてるっていう、やつもあるんですけどね。で露出補正基本的にしてません。全然やってないです。で結構ねいい結果、出てると思います。結構ねこれなんか複雑な光線状態だったんですけど、いい絞り値で撮れてますよね。で
何ですか、ファインダーも明るいですし、これマニュアルフォーカス、このレンズはね、あのマクロで撮ったらマニュアルフォーカスになるんですけど、一応フォーカスエイドもついてまして、画素マークが出るんで、そのマクロ、マニュアルフォーカスのマクロレンズでも、スッと撮れるという形に、なってきました。これね、以前からね、よく紹介している、兄弟機。これがね、α9XI、これが α7XI、まあ見た目はよく似てるんですけども、α9XI の方が1年後に発売されたみたいですね。で、これが定価が98,000円、ボディのみで、これが148,000円したらしいです。で、まあ、主だった機能の違いっていうのはね、このストロボが内蔵されているか内蔵されていないかっていうことと、あともう基本性能がもう全然違いますね。例えば、シャッター速度は、こいつはね、α7XI は最速が8,000分の1なんですけど、なんとね、この α9XI は12,000分の1まで切れますし、ファインダー倍率もね、全然違います。ちょっとファインダーはちょっと分かりにくい写真なんですけども、α7XI は、ファインダーの中に、いろんな情報がね、液晶画面でね、表示されるんですけども、α9XI の方は、ファインダーの中は基本的にピントの画像結果ぐらいで、シャッター速度とかね、絞り率、あと、ピントの画像マーク、フォーカス精度とかに使う画像マークは、ね、全部下の欄に出て、これちょっと映ってないんですけど、おすすめ度なんですけどね、電池よく食いますね、こいつね。結局、まあ、α9XI もそうなんですけど、これどちらもね、ゼロタイムオートって言って、カメラを構えたら自動的に、その、オートフォーカスとか AE が始まるんですけど、ここにね、その、カメラを近づけたら始まるっていう、あれなんですけど、首から下げてて、この、体の近くによってもね、オートフォーカスとかが始まっちゃうんで、とにかくね、こまめに電源を切ったりしないと、もう電池の消費がものすごいです。2CR5 でね、高い電池なんで、その電池が消耗するっていうのはちょっといただけない部分もあるんですけど、これ使ってみたらわかると思うんですけどね、もう恐ろしくレスポンスがいいです。これもう α9XI もそうなんですけど、僕もこの α9XI にハマったって一時言ってましたけど、最近ちょっと忙しくて使ってないんですけどね、本当にねサクサク撮れるんで結構ハマるんですよね。この手のねマニュアルカメラとか使ってたら特にね、たまにこいつで撮ると恐ろしくねフィルム1本のね枚数全部撮り切るのが早いんでびっくりしたりします。こいつはね、そのどうやって手に入れたかって言ったら、以前から言ってますけど、もう8ヶ月か9ヶ月ぐらい前に、動画にした、ジャンクカメラ大量に買ったっていうのの中に入ってたんですけど、欠点はね、これね、もうストロボがね、元気のないおじいちゃんの子がみたいなのに上がってこないんですよ。で、どなたかがね、コメントでいただいてたんですけど、ストロボの修理にその16,000円かかって1年経ってまた壊れたっていうのもう修理すんなってことですよね。で、あとね、もうグリップラバーがね、これね、見てもらったらわかるんですけども、割れちゃってるんですよね。これね、ミノルタのカメラはもうこのラバーグリップのやつは全部ね、ラバーが劣化してバラバラになるんですね。僕の α9XI だけはね、まだなんとかこう、なんとか耐えてるんですけどね、こいつだけはなんとか耐えてるんですけど、もう他のカメラは全部ね、そのラバーグリップのやつは全部バラバラに、なってしまうので、この辺がまあ弱点ですね。あと、α9XI も α7XI もそうなんですけど、これカードシステムってあるんですね。よっと。これね、好みのカードを入れると、その、自分の好みの設定値をなんか、に近いものに、ストレートに行くっていう、撮影のね、その、なんていうんですか、いつも使ってる絞り値とかそういうのをなんか設定できるみたいなんですけど、もうカードもありませんしね、そういうのはねちょっと実験してないんですけどね、結構ハイテクなカメラだったみたいですね。ちゃんと今でも動いてるのがすごいですね。ちょっとストロボは上がんないんですけど、ストロボは上がんないけどね、無理やりグッて上げたらちゃんと光ります。
そういう撮り方もどうのかなと思いますけど、ね、まあ、ストロボユニットが壊れてたら、外部ストロボですか、ミノルタの純正のね、あの、アルファ XI っていう書いてある、ストロボを買えばね、ストロボオート、バウンスとかもオートでできるみたいなんで、そちらがおすすめかもしれないですね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになります。はい、じゃあ次はいつものね、視聴者様の作品紹介になってまいります。はい、作品投稿のコーナーね、今日も5名様の作品を紹介してまいります。トップバッターはね、369モノクローマンさんの作品で、タイトルはね、1960s ということで、カメラがね、ハッセルブラッド X パン 45mm、F5.6 付近で撮られていることで、フィルムはアドックス HR50、現像液アトマル49、ストック、20度8分30秒ということですね。これ3枚組の組写真になってますけども、これアメ車ですけど、これなんだろうな、インパラじゃないよね。ちょっとアメ車の車種詳しくはないんですけど、3枚組ということで、スキャナーがね、ちょっとライトルーム、ライトボックスの上からね、マクロで撮影してライトルームで処理したせいか色がおかしいのでエディットかけましたということで、今ねちょっと日本にいないということで、日本に帰ってきたらね、エプソンのスキャナーがあるということなんですけど、まあでも雰囲気は出てますし、これね超パノラマモードになってるんですけど、いい感じになってますね。やっぱこれフィルムをそのあれですよね、長いフィルムっていうか使ってるのかな、なんだっけ35mm か、35mm を使ってるのかな、ハッセルブラッド X パンっていうんで、ちょっと詳しくないんですけども申し訳ない、でもいい感じで撮れております。特に3枚目のエンジンの写真はちょっとややセピア調になってていい感じですね。369モノクロマンさんありがとうございます。次がね、ケイジローさんか、ケイジローさんの作品で、タイトルがね、雑草かしら菜の花よっていうことで、カメラがねニコンニュー FM2、 レンズがニコール SO と、50mm1.4、フィルムがロモグラフィーカラーネガティブ100ということで、この写真なんですけどもね、縦構図なんですけど、結構ね絞ってる感じで前ボケを生かした感じかな。逆光、やや逆光でね、その菜の花の花のびらがね透けてる様子を、前ボケ入れてね、まあ後ろもボケてるんですけど、なかなかいい感じになってますね。ロモのねフィルムのね黄色が綺麗に発色して、これいい感じですね。結構ね夕方ぐらいの時間に撮られたんでしょうけど、それでより黄色が、強く出たのか、出た感じですかね。綺麗な写真だと思います。はい、ケイジローさんありがとうございます。次がね菊内さんの作品2枚、1枚目がねもうすぐ配線、2枚目が、すごく長いロードヒーティングということで、カメラがね FED2、これ、コピーライカですね。レンズがインダスター 10mm50mm F3.5、 ロシアのレンズかなこれ、ちょっと詳しくないか分かんないですけど、フィルムが、アリスタエド、ウルトラ400ということで、現像液が富士フィルム SPD 1対1希釈20度7分、これまあ標準の400の現像時間ですね大体。現像データがなかったのでとりあえずの時間ですということで、家の前を通ってる路線が今月廃線になりました。廃線になる前にと思い3月に撮影したものです。初めて自家現像してみました。これねまあ2枚ともそうなんですけどね、現像村出てるんですね。現像村が出てるんですけども、逆にそれがいい感じの写真になってますよね。これなんで現像村が出たのかな、僕この手の現像村っていうのはあんまり見たことがないぞ。どんなリールに巻きました菊池さん。ちょっと
まあリールにね、その巻き方が悪い時に現像ムラってよく発生するんですけど、ダメなフィルム、もう捨てていいフィルムでね、明るいところで、ね、練習して綺麗に巻く練習とかいうのもありかもしれないですね。まあでも今回はいい逆にいい結果になってます。はい、菊池さんありがとうございます。次はね、井上ひじりさんの作品1枚、タイトルは、はいみんなこっち注目ということで、キャノン EOS6D、EF2810F3.5 から 4.5 2USM ということで、視聴者様の作品のレビューが青天井で投稿躊躇してましたが、忘れられてはいけないと思い過去作脱出が提出させていただきましたということなんですけど、いやいやいや、なかなかいい写真ですよ。これカラフルなね、そのタイヤが並んでるところでね、あの光をね取り込んでるんですけど、これね、あの普及レンズということでね、フレアもあのゴーストも出てるんですけど、それが逆にねこの写真に花を添えてますね。あのこういう写真いいと思います。かなりのレベルだと思いますね。井上ひじさんありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんの作品で、2枚、1枚目がね紅葉に木漏れ日、ね、2枚目が鉄と錆ということで、1枚目はヤシカマット124G 富士クロームプロビア、ということで3年前の写真ということですね。2枚目のね鉄とサビはねオリンパス 35RC、富士クロームプロビアで撮られているということですけども、1枚目はねもうこれ光の具合がね素晴らしい。で紅葉とね、あの雑草の緑とね組み合わせてさらに光を加えて素晴らしい写真になってますね。あのヤシカマットのレンズ逆光に弱いということでね、それをねあのうまく克服した逆光写真いいと思いますね。2枚もね、プロビアで撮ってね、そのこの鉄のね色をねよく出してますね。これいい色は出てますね。でオリンパス 35RC のレンズもこれすごいですね。すごい改造してます。まあね、この、リバーサルフィルムもともとそのね、あの、超微粒子っていうことなんですけどね、これ、オリンパス 35RC のレンズも良くなければこんな写真は撮れないと思いますね。サムライジャパンさんレベル高いですね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。今日の作品紹介は5名ということで、まあ今日も5名か、ということですね。で次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、今日の俺のカメラはね、トップバッターがね、佐賀 B28 直哉さんかな。ね、前回 FTV で今回 EF ということで、ほとんど変わり映えしませんが、俺のカメラへと投稿します。出勤前に立ち寄った公園のベンチで、キャノンイクシデジタルで撮りましたということでね。これ、EF は露出系がね、2段と3分の1アンダー側にずれていますが、機械的に調整することはできない。で、ISO 感度で調整して試写しているということですね。で、2枚目にね、キャノンのね、F シリーズ3台。これブラックボディばっかり3台でいいですね。この当時のね、ボディ、全金属製でね、そのブラックボディのツヤリ塗装ということでかっこいいんですよね、全部ね。特に F1 が加わってますからね。これ F1 前期かな、前期っぽいね。僕はね、F1 の、後期を持ってるんですけどね、これ映ってるかな。これいいカメラですね、全部。佐賀 B28 なべさんありがとうございます。はい、次が池さんは違う、王林さんか、王林さんの俺のカメラ、俺のカメラコーナーに投稿します。私のお気に入りのコニカたちです。いろいろ撮ってるうちにどれがいいかわからなくなりました。1型の後ろは見えませんが、2B が2台、3A です。みやびをイメージしましたということで、この写真ね、やりますね。なんかね、合わせ鏡に映ってるようなね、なんかちょっと錯覚を覚えますけど、これ見事な写真だと思います。はい、王林さんありがとうございます。
次が、うーちゃんさんの俺のカメラ。キャノン AE1 プログラムですという。今までキャノン機はキャノネットやオートボーイしか持っていませんでしたが、先日ハードオフで外観が良いものがあったので思わず購入。少しの手入れで感動品になり、最近は毎日カラーシャッターを切りながらめでていますということです。この写真もこれ2枚なんですけど、1枚目の写真のね、光の当たり具合とね、シルバーのね、なんていうんですか、反射、メカメカしさが出てね、いや、これもなかなかのかっこいい写真になってますね。でね、タイトル画面ね、変わったばっかなんですけどね、このうーちゃんさんの1枚目と王林さんの作品でね、もうこうつけがたいっていうことでものすごく悩みまして、結局ね、王林さんのこの合わせ鏡みたいな写真を、次回のタイトル画面にさせていただきます。これちょっとなかなか、この写真なかなかですよね。本当にこれ合わせ鏡みたいに見えるけど、全部カメラが並んでるんですねいやいや、何台持ってんだって。まあそれ俺が言うことじゃないですけどねはい、では次のね、タイトル画面はね、王林さんの、この作品に変わります。はい、俺のカメラのコーナーはここまで。次はね、やったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナーはね、今日はちょっと変わり映えです。ヤフオクとか関係なく、こんなのでよかったら使ってくださいってことなんです。いや、使いますよ。これは面白い。フィルム現像のやっちまったです。SPD 希釈1対1をダメなのは分かっていても、いつも3本現像してます。僕も3本現像してますよ。今回は1ヶ月近く間を空けて3本目で現像。時間を1分ほどと温度を2度プラスして現像しましたが、結果はこの通り、現像を舐めてましたということで、これね、池さんね、これわずかでもね、なんか像が出てますから、まだマシです。僕のはね、完全にね、もう完全にクリアに出てきたことがありますよ。おそらくね、これね、現像液のね、保管方法がまずかったんだと思います。現像液っていうのはね、アルカリ性で、なんで、酸化するんですね。で、1ヶ月も置いとくと、空気がね、入れ替わるような状況に置いてあると、もう酸化しちゃってね、能力が落ちて現像できなくなるんですね。だから、ペットボトル、柔らかいペットボトルとかに入れて、で、空気をギリギリまで出して、キャップをしっかり締めてるとね、案外長持ちします。で、そこまでするとね、ここまで現像時間伸ばさなくてもいいと思いますよ。だいたいね、1本目、2本目はね、同じ現像時間で、で、で、3本目はね、10% 増しぐらいでの現像時間、同じ温度で現像時間を 10% 増しするぐらいで、大体の高結果が出ます。ちょっと現像液のね、保管、混合する、希釈する前もそうですし、その希釈した後、本当はね、1回で使い捨てなんですけどね、廃液が増えちゃうんでね、3回ぐらい使ってもいいと思います。上手にやればね、なんとかなると思いますよ。はい、ね、池さんね、ありがとうございます。はい、今日の動画はこんな感じなんですけどね、ちょっとそういうね、ちょっと変わり場ね、ね、変わったね、投稿もね、お待ちしております。アイデアですね、要は、型にはまらない、これ写真もそうなんですけど、作品投稿もね、型にはまらない、アイデア次第でね、あっと言わせるっていうのね、普段からやっておけばね、いい作品も撮れるようになるんじゃないかなと思います。まあ僕は、あんま撮れてない僕が言うのもなんですけどね。で、次回のね、動画はちょっとね、まだ未定なんですけども、ライカ Q さんから、いただいた、こんぐらいちゃった。多分ね、こいつの写真になっていくと、紹介になっていくと思います。今日の昼ね、ちょっと一気に撮り切って、このね、カメラ、まあ、ミノルタが続いちゃうんですけど、このカメラもちょっとノリノリで撮りました。まあ、古いカメラということでね、壊れる可能性ももちろんあるんですけどもね、元気に動いてくれましたんでね、多分成功してると思いますんで、現像して好結果が得られれば、次の動画に、していこうと思います。
はい、今日の動画はここまでで、まだチャンネル登録されてない方はね、チャンネル登録ボタン出てきますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。でね、いいねボタン、ぜひね、押してくださいね。いいねボタンたくさん押されると、なんか動画がシェアされるようなので。で、私の動画を最近見始めたっていう人は、他の動画もね、見ていただければと思いますんで、YouTube のね、チャンネルのね、再生リスト、私のチャンネルの再生リストから、入るとね、昔の動画にアクセスしやすくなっておりますんで、そちらからね、過去動画とかもね、見ていただければと思います。まあ、ジャンクカメラとかね、カメラの紹介が圧倒的に多いんですけど、他のね、こともちらほらとやってますんでね。はい、今日の動画はここまで。じゃあ次の動画はまたお待ちくださいませ。はい、ごきげんよう、さようなら。